ルーテイズ配送奪戦は国際プロレスが1981年1月から3月にかけて開催したリーグ戦である。実際には予選リーグのみが実施されただけにとどまり、同年秋に予定されていた決勝リーグは国際プロレスの崩壊に伴い開催されなかった。全日本プロレスで1983年に実施されたルーテイズ配送奪リーグ戦とは無関係である。 1980年10月に来日したルーテーズより寄贈されたチャンピオンベルトを争うリーグ戦として新日本プロレスと全日本プロレスの後発に団体よりも人気が低迷していた国際プロレスが起死回生をかけるべく開催した。予選リーグは81新春パイオニアシリーズで前期予選を81スーパーファイトシリーズで後期予選を実施した。 日本人選手は前期後期各予選の通算勝率上位4名が決勝リーグへの出場権を獲得。外国人勢は前期予選後期予選とではメンバーが異なり各ブロック首位もしくは敗者復活戦に勝利した選手が決勝リーグへ進出するものとされた。秋に開催予定だった決勝リーグは予選を勝ち抜いた選手以外にもテーズと 国際プロレスが推薦した選手が出場する予定だった。試合は20分一本勝負で行われ、反則負けは即失格となり、両者リングアウトや時間切れ引き分けの場合は、再試合が行われるなど、引き分けなしのルールで行われた。1981年1月シリーズである、81新春パイオニアシリーズで実施され、3ブロックに分けて行われた。 敗者復活戦は各ブロックの2位、選手3名による総当たり戦で争われた。A ブロック首位のアロヨと C ブロック首位のジョージがそれぞれ決勝リーグ進出。敗者復活戦は、スー・イータン、インベーダー、木村の3名による総当たり戦で行われ、インベーダーが1月25日の沖縄県、名護市大会でスー・イータンに、1月29日の栃木県黒羽町大会で、 木村にそれぞれ破れて2敗で脱落。最終的に木村が1月31日のシリーズ、最終戦である、神奈川県山和市大会で数位イに勝利し、敗者復活戦全勝となった。1981年2月シリーズである、81スーパーファイトシリーズで実施され、2ブロックに分けて行われた。敗者復活戦は両ブロックの2位選手によって、争われた。 A ブロックは、井上と寺西が4勝1敗で並んだが、通算勝率で、井上が首位となり、寺西は敗者復活戦へ回ることになった。3月23日に、岩手県千馬屋町大会で行われた、敗者復活戦で、寺西に勝利したキャンディと、日本人選手勝率上位の木村、浜口、井上、寺西が決勝リーグ進出。当初は、ヨーロッパ代表として、 イギリス出身のキングコングコジャックの参戦も発表されていたが直前で来日中止になっている。同シリーズ終了と同時に東京12チャンネルにおける中継番組であった国際プロレスアワーのレギュラー放送も終了、国際プロレスは崩壊への道をたどることになる。決勝リーグ進出が決まっていた浜口はシリーズ終了直後に肝臓疾患で離脱したため、 これが国際プロレスにおける最後のシリーズ参戦となった。アイクラ山も A ブロックの全日程が終了した当日である3月19日の和歌山県小帽市大会をもって引退した。1981年秋のシリーズで開催される予定だったが、同年8月9日に国際プロレスが活動を停止し、9月30日に崩壊したため開催されずに終わった。 団体崩壊後、日本人選手のうちラッシャー、木村、アニマル浜口、寺西勇は新日本プロレスへ参戦し、はぐれ国際軍団として活躍したほか、マイティのノウエは全日本プロレスへ移籍した。外国人選手では、後年、マイク・ジョージは新日本や全日本に、レイ・キャンディは新日本にそれぞれ来日したが、ホセ・アローヨは予選リーグ参戦後は来日することはなかった。 ありがとうございます。